ヤッホWe'll be right back.
I know. でもできねえよ。This フルガスム ああ、おもろ。フルガスムだと。ラファエ、マイフェイバリットフルガスム。グッモーニング。おお、今日 JP。マイフェイバリットフルガスム。あ、ない。This
ナイスワン。めっちゃジョンだこれ。フルガズマどれだろう、どれか。 I like if you have to ask solo from the。 それしょぼいやつでしょ。 Yeah, no! Yeah, no! ラファエル2007年好きだもんな。Really?画質ゴミなんだよな、それな。ストラトで弾いてんだ。アウトロあったっけ？ないよね。いやちょっとあんまこれ好きじゃないです。YouTube is like just a recipe。 なんだって？ちょっと練習していいか。フルガズム縛りでいくか。Good morning from 静岡。ちょ、タグスさん、静岡県知事なんとかしぐんねえか、あいつ。なんなん、あいつ。リニア反対しやがって。ずっとだよね。また最近話題になってたよ。もう邪魔ばっかりしやがってさ。フルガズム、あとなんだ。
殴ってそして捕まってこい。これ練習しなきゃいけない。覚えたな。ノーミスだった。
Yeah. So now it's on the prophecy. This place will rain on you. Austin. Tell me, baby, what's your story? Or where you come from and where you wanna go? Tell me, lover, are you loving the same with me we've never found it all the time? Tell me, baby, what's your story? Where you come from and where you wanna go? You're so lovely, are you loving it? Giving up on the emotions you left behind. Don't let your head against you. Be sure to look at you. Suspect and be perceptive. Step out to be with you. I'm moving.電池交換しよう。ハルシャンってまだいるかな。ログアウトしたか。まあいや、後でいいや。傷ついた時はそっと包み込んでくれたら嬉しい。転んで立てない時は少しの勇気をください。思いはずっと届かないまま今日も冷たい街で一人、ここがどこかも思い出せない。終わらない夜に願いは一つ。
ちょ、寝起きスノーは嫌だな。全然無理だ。雪景色雪ねえよ。試験終わったの？こんにちは。ちょ、あのサマーめっちゃ良かったじゃん。女版ユユータじゃん。嬉しくねえか。あ、終わったのね。合否はいつわかんの？
何から練習するの？覚醒剤みたいに言うね。はい、それはよかったな。よし、じゃあランドやろう。アラウンドってさ、ベースレッチリ好きベーシスト連中でもちょっとなんか癖のある曲で、あれよう話するんだけど、不思議な曲なんだあれ。これは結構むずいので覚悟して。最初 Em で次 G なんだよ。まあでもアランドそこ大事よ。だとサビも大事。なんかさ、原曲だとしすぎだよね。ライブじゃやってないけどね。でもあれもよくわかんないんだよな。めっちゃ動く。本人も毎回違うし、俺スケールも分かんない。これは何なんだろうな。相対音感持ってるだろう。女版ゆうたなんだから。超失礼だな。ここ弾いたら使える音ここだなとかって考えながら弾けばいいよ。これオクターブ。結構半音上がり下がりでいけるから、この辺をなんかめっちゃ弾いてんなって感じで、あとは感性と野生で弾いてください。なんで最初も野生で弾いてください。衝撃だっただろうな、当時聞いた人たちはね。でもこれはなんか絶対やってるね。あんま抜いてない。これはなんか毎回やってる。好きなフレーズなんだろうね。これで合ってんのかな。なんだって。
いっぱいあるな大丈夫かこれやってまあいいかやってみようこのさこれが走る人がいるからここは気をつけてねあとどう弾いていいか分かんないけどピックアップに親指乗してこれ2弦でしょいや、いいんじゃねえの。だって、悠々とパワー系じゃん。もうパワーでリハビリしてください。ここで、なんなら俺さ、2弦の弦弾くときは、1個上の、あれ、弦に乗してるよ、指。もう悠々とんの決定だ。このここが狭い方が回転率上がるじゃん。あんまこう、これでもいいんだけど、わかる？この親指をじゃなくて一個下？な、語彙ねえな。弾く弦の一個上の弦に俺乗してるよく。それもうパッ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 パって切り替わるようになってる。そういう仕様になっちゃった俺。なっちゃった。早くて激しい曲はあの親指の位置もこうだんだん下の弦弾くなら下がっていくねでもフリーは多分あれもゴリラなのでピックアップに乗してあの1弦とかも弾いてると思う相当ミュート上手くないとか。まあ、できないことないのか俺4弦以外は4弦を弾くとき以外は全部4弦に親指乗してるわ基本その方が弾きやすいんだよな人それぞれですかねこれね全部乗せてるってどこに特にジャズベってさピックアップと4弦の距離ってこいつより長いと思うんだよねだから俺それ弾きにくいのもあるんだろうけど基本は4弦弾くときはピックアップの上でそれ以外は4弦に親指乗してるわただミュートにもなるでしょ4弦のああそう俺はそうしてるよやれとは言わんけど4弦のミュートにもなるし指の回転率も上がるからあの弾きやすくなるから
そうやってるわ。で座って弾くとさ、 こうやってここに乗ってんじゃん俺。で手首がこうグイってこう、このリラックス感、このチルした感じで弾いてるわ。ご存知の通り基本俺チルアウトしてるじゃないですか、ずっと気合が入ってないと。なんかテンション上がってうわってなったらもうなんかこうなってるわ。ライトオンタイムの練習の時4弦置いてる。そうね、全部ピックアップに乗してやる人いるもんな。あれは本当にあの握力強い人なんじゃない。俺はないので4弦、うん、これ4弦に置かないと俺できねえな。できますか。できる。最後も転調だ。3回転、2回転調してんのか。ん、合計だ4回5回ぐらい転調するんだろうね。最後何だこれ。レッチリもさ、フレーズは簡単なはずなんだけどね。ちょっとフリーだけにフォーカスするとさ、あの人間力学的に無理みたいな時あんじゃん。びっくり人間じゃないと弾けないみたいなとこあるじゃんね。ライトオンタイムとかね。ちょっとドア閉めるわ。でもアラウンドはいいんじゃない、練習には。でも結構やってきたよな、もう10曲ぐらいやったんじゃない。そろそろなんか優しい曲でもやったら。あとずっとスラップから逃げてるな。なんだろう、いいの。うん。
やる曲全部スラップねえもの。ソウルトゥースクイーズやった？これいいんじゃない？あとね、あ、やった？いい感じのテンポで、あの指引きだけで忙しいのはファクトリーオブフェイスですね。これやってねえだろ。これやりましょう。これ試験終わったんだから課題な。テルミもやったっけ。これ指引き鍛えられる。Swinging for the fence. I was looking for the chip, but never playing the defense. Running for the glitter, every hop and every glitter. She was never really there, so I couldn't really be the same. Factually, I'm just a piece of it. Factually, I'm the very least of it. Piece of work, I was really quite a jerk. Even score is on the board, busy mocking the berserk. Now, east on this, I was fishing for弾き切ると結構疲れんだよな。じゃあラウンドとこれをやってください。レッチリの上級ってなんだろうね。ライトオンタイムとかクモンガールとか21st もかな。21世紀は手つけた。これむずいぞ。でも練習になんじゃね。音切る感じで延々いくじゃん。でサビもさこれ大変だな。まあこれも一回やってみ。ライトオンタイムと一緒で指先の使い方を覚えるんじゃないの。このあのここだけでもいいから。ブッブッブッブの意外とねこういうなんかちっちゃい技を頑張って練習してると他のなんかあの なんていうの他にもそういうフレーズあったりするからあいけたみたいな。あのしたいじゃなくてするんです。厳しい師匠ですよ私は。願望ではなくあの断定してください。やると。なんかこういうさします。さあその絵文字やめろや。
倉庫イズムじゃん。あの、あんじゃん、こういうの16部のもう勘弁しようじゃな。で、振りめっちゃやるからな、これな。これはマスターしてほしい。その辺まではやったの。じゃあいよいよアランドってことはあれだね、歪み買わないといけなくなるな。これはさ安いから1万円もしないとかすんのかな、わかんねえや。でそれだけのために買うかってのも微妙だよね。いらないっちゃいらないな。いや全然全然いらない、いらない。雰囲気、あの動画撮るときに雰囲気出したいなって時にだけ考えたらいいや。で振りなんかの時歪み踏んでねえもの。オフマだったっけ、あ踏んでんのかな。ピッキングで歪ませるみたいな感じでやってください。薄掛けだな。Motherfucker.
これさ、最後のストロークさ、変わってんだよな。 OK sorry wait。全然違う、ストロークも違う。あの多分ね、原曲だとだけど、今のさまあどっちでもいいんじゃね私と私の友達な。 OK ちょっと待って、どれがいい。あ、せっかくオフマだからオフにする。今のもさ4弦にやっぱ乗してるわ俺、指を多分ピックアップに乗せたらできないと思う。振りどうしてんだろうね。ミュートもなんねえし。おラファエルなので今のはあのこの3弦と2弦使うって分かってんじゃん。だから4弦はもう必要ないから絶対4弦にぶってもう固定資産税です。そうだな、基本4弦に置くって意識だな。で4弦使うってなった時にスッとこうピックアップ上にスッ、あ、そう。それ真似して。それが嫌だったらピックアップ乗せればいいけど。女の人は手ちっちゃいだろうから。俺も超ちっちゃいけど。ちょ、俺寝起きなので、全然頭回ってねえや。おろこ。ブライアン？
Nice to meet you, Brian. ブラジル。そうなんだ。ね。また確保したと一人ブラジリアンを。手が小さくても弾けるので、小さいなりの、あの方法を見つけると、4弦に置くっていうのは大事ですね。そう、立会もしたことないよ。してあのなんか僕手が小さいんでって言うじゃん、みんな。あれ、いや恥ずかしくてより絶対言えねえ。手小さくてもさ、めっちゃ弾けてる人は弾けてるし、あのほら、たまに障害で指ないけどめっちゃ上手い人いんじゃん。あの人の前でそれ言えんのかって思うよね。ぬんおばんですじゃねえや。こんにちは。地震家の大ちゃんです。さあ、あんなんあの質問はな、どうしたの。いや、あの140じゃさ伝わんないよね、こっちの考え方がね。自信あるものはあるよとか、私自信ないってぐずってるやつとは一緒になりたくないから逆言ったっていう天の弱とか、なんかいろいろあんじゃんか。自信基本あるけどこれだけは自信ないとかもあるじゃん。だからめんどくせえから俺もうめっちゃ自信あるで。I can understand what you're saying, but they, ちょ、わからんわ。えらい笑ってるけど、どうした？なんかした俺。なんで笑ってんの？怖い怖い怖い。Thank you! できないって言ってんの。なんだ俺これちょっとおかしいな。あ、治った。タイラントじゃね。バイオハザードかな。Google レンズ使ってみる。ああ、すげえ曇ってる。才能だってまだ。そうそう、手が小さいことについて話してんだけど、どえらい笑ってんだ。どういうこと。おもろいな。
got a slice of life that's built for you. Oh, now come and give me something to strawberry. Time again we get a window out. Time and time again life changes. なんでこいつなんだマジで。おもろいな、新キャラ出てきたね。レッドチリラバース、ほらいいこと言うじゃないの。Yes. 逆に言うと部外者排除してるからな、こう気をつけろよ。あの差別しまくってるからな、気をつけてね。俺あと何練習するんだ。キャブランをやんなきゃいけないや。はいよ、いってらっしゃい。チリペッパーズオンリー、ソーリー。
これ番大賞か早いかな、まだもう少し様子見るか。But I'm strong, I'll get it on with you if you want me to. What else can I do? Everyone would take a cue from anything you do if you want them to. What else can they do?Japanese, please. レチリのなんかをやってほしいって言ってるよね。で、これあれブライアン本人の顔なんかな。もうすごい険しい顔でこっち見てるけど、何個も何回も。分かりやすいじゃんか。君の日本語を教えてくれ、言ってくれと。お前のハートを つないでお前の日本語を聞かせてくれと。もうちょい笑顔でね、写真撮ってほしいよね。タイム、それ何だ。おまだ笑ってくんぞなんだこれ。もしかしたらさ、どえらい人種差別されてるかもよタイム OK。 いや、スペイン語を学ばなきゃいけないのか俺は。とりあえず君たちは陽気なんだな。いいこった。いいね、陽気だから。
ミシガン。オッケー。あれなんだっけ。これ俺弾いたことねえな。オッケー。初めてやってみます。したよね今ね。待ってろよ、ブライアン今から削除します。さよなら。
アフターライフはね、好きだけどやってねえや。これバンされてもまた来れんだよな。いいですか、不愉快なやつはデスノートにバンバン名前書くんで僕は。絶縁と。アフターライフ今の字覚える？だって面白くなかったもんね。これですね。誰かの動画見るしかないな。練習していい？まあ、あの、本当に俺にうんざりしたら出てていいからな。ちょっと待ってね。シオンもこれが一番好きって言ってたしな。うん、ちょっとこれを今覚えるわ。多分すぐだわ。これだけで。聞かせてもらってるだけで、あ、いいえ。ここなんだ。
開放弦を鳴らした方がいいよな。最後だよな、ここか。よし、オッケー、やるぞ。
覚えたね。 Thank you, ラファエル。なんか褒めてる。そうやって俺にあんまやる気ねえんだぞ俺。ああこれか。全然やる気になんねえわ、ごめん。でもアフターライフ覚えれてよかった。ここさ、なんか嫌だな俺。 OK、 な、勉強してんの？ドラマもなんかやってないね。ここしか知らん。バイシクルは大好き。よし。あ、そうね、春っぽいね。自転車乗りたいよね。Here she comes in a suit and tie of shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day.How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad facing, heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Somebody told the world the beauty of yourThe beauty of your birth.
この間フリックスでやったんだけど、そのベースの人が大地くんの動画で練習してきますねって言ってて、まああれはだいぶ古い動画だからめっちゃ間違ってると思うんで、自分なりに修正してくださいねとか言ったことがあったのね。なんだっけ、これギターが好きなんだよな。でこれの俺の一番の注意点は、なんか一んこのあとここさ、多分ねなんか変な感じ、どう言ったらいいの、ちょっとずれて始まるじゃんか、わかる、この微妙な、若干ピッてこう、これをずれ多分わざとやってんだろうけど、彼らは。俺このずれがすげえ好きで、でもほんとワンツースリーフォーじゃなくて、なんかこうもう体の中で体感でちゃっちゃーで始まりを表現するのが楽しい。これがもう本当にずっと聴いてる人間しかできない体で感覚を分かってる人間じゃないとできないわけじゃん。ここ気をつけて、気をつけてっていうか楽しんで最後ギターソロ前もかもしれない、そうあったら気持ちいいでしょ。でもフリークスではそのズレはやんなかったね危険だからあ、どうだ、なんなんだろこんなことしやがってなんかうってなんだよな。それを本当にちょっとそれを音源で合わせて動画作るでしょ。あそこそこずれたらマジでダサいので、感覚を研ぎ澄まして、で俺はギターの方が好きとまあベース結構空気だからな、これいいけどね。そう、一筋縄じゃいかれんだよね、ち。なんでそんなことすんだよ。これもジョンのアイディアなのかな、わかんない、作り終わった後に切って話したのかもしれないしな、これは面白いでしょうみたいな、そんなことしねえか。こういうのをさバシッと決めれるようになりたいよね。でもまあフレーズは簡単だからな、練習にはいいんじゃない。
ちょもう一回アフターライフ覚ま、ま、え、マジで？あ、マジか。俺は多分ね、もう初めて聞いた時から何個かって思ってもう10年以上前だけど、でもなんかだんだんね、癖になるんだよな。あ、弾いてると合わしたくなるというか。ビルバオテルミー、オッケー。ビルバオだってあれだな、ジャズベース。とんでもねえのいっぱいいるぞ。俺は、世界で40億位ぐらいじゃないちょうど半分。これでアフターライフを弾いてみたい。ハハ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 
要練習だ。ジャズベは俺苦手なんだ。全然弾けねえ。お耳を汚しました、ね、あー弾きやすい。もちろんです。もうこれ以外無理だ俺あのステロイドみたいなもんですよね。良すぎてもう他弾けなくなっちゃったっていうやつですね。前言わなかったっけ、これほんと軽いタッチでブリって出るから、だから俺ライトオンタイム弾けるようになったんだよ。あ、パワーいらねえからこれだと。あのジャズベだとさ、うん、で音もこっちの方が好きだからさ、よかったですだから高い楽器の意味はあるかもしれない、買う意味は。だから俺もしかしたらギターもさ、ほんとゴミみたいなギター使ってっけど、あのすげえいいやつ手に入れたらいいかもしれ、よくなるかもね。ゴミとか言うな、マジ弾きにくいもんな。2時ぐらいまでやるか。俺今日あれなんだよ、セカスト巡りまたやりたいんだよな。どうしよう、2時ぐらいに含みに行ってちょ5分休憩していいですか。喉渇いたしトイレ行きたいし。腰痛いし、うん、そうティータイムしよう。今俺どんぐらいやってんだ。2時間やってるわそんなやるつもりなかったんだけどな。カンティーンにしようか。キャンティーン、ピース&ラブ。よいしょ。
up on a funky crime. We were standing in the line, and I was walking Melrose down to Vine. Well, I was asking her to live on my farm, and she was telling me no, not today. I was telling her to do no harm, and she was telling me she could not stay. She ran away.配信できるよね。大した度胸っていうかぶっ壊れてんだろうな。あのお世辞抜きでいい音出してんだよね。パワーあんのかな。普通初心者ってもっとこうあの見たあれあいつ多分才能あんじゃないの。
真剣にやったらすぐ覚えると思う。リズム感いいからかな。指の使い方も上手だったな。あんなバチってならないよ普通。いいスティングで買ったからかな。そういう意味でやっぱいい楽器って重要だな。俺始まりがさプレーベイだったんだよ。でまあ全然いい音出なくて、で原稿ベッタベタのスティングレイにしたらめちゃめちゃ上達したから、多分その状況を一発目からやってんだろう。普通あんなバンバン音鳴らないよ最初は。なんかもうまあ続くかどうかわからんけど、しかも歌えるだろう。ずるいよね。 あるかもしんないね。いい環境にいるんだろう。もう教えることないな。でもさうめえじゃんと思って、あれインスタライブだったでしょ。参加できんじゃんあれで。参加のリクエスト俺押してんのにあいつガン無視してて全然入れてくんねえのよえ、いいじゃん普通に見なよ。コメントしてあげない嬉しいと思うひどくない？で俺一回出てもう一回入って、でまたリクエスト押してんのに全然はーとかやってんだよ。お前俺を入れろ嫌われてんのかな俺多分通知みたいなの来るんじゃないの、インスタ自分のスマホに。俺もあんまやったことないからあれなんだけど、ピッて押したら俺も画面で入れんだろうけど全然入れなかった。分かんない、いや分かんない。めっちゃ嫌、めっちゃシカトしてたんじゃないうぜえ大地、こんなところでもなんか顔出してくるわみたいな怖いからね若い子は。何考えてるか読めないでしょ。けどまあうまかったからな。知ったことじゃない、俺嫌われてようが知らんかな。でもアザーサイド以外もねどんどんやってもらって、今度パワーあるし、なんかレッチに関してはあれだね、探求心えぐいねみんなね。もうすぐやるもんね、すごいよ。負けてられない。うん、まああそこに行くとみんなそれぞれ良さがあるって感じで、みんな優しいしな これ言い出したらもう元も子もないけど、やっぱ才能ってあるんだろうな。自分に才能あるから続けられてんじゃないの、楽しくて。吸収力という意味では野球嫌いなのに野球やったって上手くなんないもんね。たまにいるんだよ天才タイプが。新庄っていいんじゃん。あの人なんか何でもできたんだって、けど野球だけできなかったんだって、だからやってたんだってよ。そういうわけわかんない天才タイプも。フリックスではそんなやつは見たことないけどね。
ると思うんだよな。こんな SNS で言ったらめっちゃ言われるんだろうけどね、才能なんて関係ない、好きだからやってるんだみたいなさ。いやいやいや、本音を言おうよ。あ、マジ？なんか言ってたよ、新庄は。あ、この人やっぱ変人だと思うよね。まあ、あれは特殊なタイプで、まあ、ある程度な、できるもんね。ある程度75点以上は出せるよ、人は。よっぽど才能ない人じゃなければ。こうなんかね、なんて言うかね、お、う、運動神経とかそっちじゃねえこれ。うん、言う。あと人の見て、あのもうず、俺もずっと見てたよ、人の弾いてみたを。でめっちゃ真似してたけどね。意外とそれやんねえんだよな。で、あのフリークスの連中はもうプライドなんかないから、あのすぐ人の弾いてみたその場で見て、これ弾かなきゃいけねえみたいな、その場で。偉いよね。だからこじらしたやつってそういうのやれないじゃんか。おお、田口さん、2度目の誕生。イメージも大事。俺はもう仕事中ずっと考えてるし、天才参上って書いてるのか。こんにちは。あんだけピアノ弾けてたらね、あの音楽の才能は 100% あるから大丈夫だよ。ただみんな言うのは、その40超えの人たちが言うのはやっぱ記憶力との戦いだってみんな言ってんだよな。覚えられない、覚えてられないとか。ああ、そういうのはまだわからないね。俺はいずれ来るんだろうか。そこは、いや、俺は長いことレッチばっかり弾いてたから記憶に残ってるだけかもしれないね。これからなんかの、それこそマネスキンやってって言われたら、でも興味ねえから覚えらんねえんだよな俺。興味ないですね、他が。まあ、いいんだけど、レッジだけ頭に覚えてればもういい。あのさ、一点特化集中型になったのが絶対いいよね。俺もレッジだけをずっとやってたから、そりゃさ、その道で前に出れるじゃんか、そういうやつは。でもみんな結構あれなんだよな、いろいろ幅広く聞いてて、いろいろ聞くんだよね。すごいよなそれ。ちょっとあれは真似できないですね。いろんなの聞いてて、いろいろパーッと弾きこなす人はもう本当音楽全体で好きなんだろうな。そこで女版ユユータの相対音感が大事になってくるじゃん。あいつマジですごいじゃん。記憶力っていうか多分相対音感で弾いて、あ、でも記憶もあんのかな。すごいよね。俺ユユータ大好きなんだけど、頭にあるメロディーをもう具現化できる人でしょ。これはもう覚えたけどね、女版。だってなんか弾いてよって言われたらすぐサマー弾いてるよ、あれは。で、あ、いいなーって聞いてるよ俺。仕事中結構ユータのピアノメドレーみたいなの聞いてるからな。
あれをパッて言われてパッて弾けるようになりたいよね。レッチリジュークボックスになれるように。でもこれも速攻覚えたな。人前に出るようになってよかった俺。みんないろいろ聞くから、あこれなんていうの、やらざるを得ないみたいなことになってきて、キャリーミーホームとか俺あんま好きじゃなかったんだけど、別に みんなすげえいい感じでギター弾いてんだけど、いい好き好きで言って、俺は別にかなーって思ってたんだけど、やってみたら超良かったっていうきっかけをもらえますね。どこだキャリーミー、キャリーミーもうめっちゃ好きになっちゃった
春尾くんみたいな天才が来て、あの教えてくれんじゃん。これじゃん助かる。今のさあキャリーミアじゃん。あの原曲なんか俺一切聞いてないんで、いや、あの雰囲気ルートだけ追ってこの。ここじゃん。あともうなんかフリーっぽいフレーズをぶち込んでるだけなわけよ。そういうやり方やの方が楽しいんじゃない。ラミちゃんちゃんと完コピしてんじゃん、頑張って記憶してるでしょ。あの俺もうできないのよそれ。なんかもう勉強ってなると嫌なのよだからとか、あとなんかもうこの辺大体一緒だから、一緒っていうか1個開ければ大体合うからで前も言ったけどゼロじゃん。でここもゼロなわけだよ、12のところだから、こっちも同じ。こんなもん感覚にも入んないんだぞ。でもほぼみんなやってることだわ。でも俺も記憶するって嫌だから、なんか基本のベースに関してはルートだけ追えばもうあとはもう分かってきてるよ。いいね、ここと一緒、同じ音をこの辺でしょみたいな。ああいいね、それめっちゃ大事だと思うわ。このわーって上のオクターブ上に行くっていうのもよくやるからフリーそれのアイディア合戦みたいに弾けばで俺がいつも言ってるどうせフリーに上からだなそう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 、どうせこの辺でしょ、よくある。ガランドもよくあるよ。ここなわけだよ、これ多分なんかペンタトニックだかなんだかってやつ。どうせこの辺だわって俺はもう確かにやってるわ。なんかフリーっぽいでしょ、これら。どうせこの辺でしょ、うん、これ今日名言出ました。さっきのなんだっけ、あれシュートミスのマイルじゃなくてアフターライフもそんなノリでよ。まああれ曲覚えなきゃ分かんないけどさ、で俺がいつも言うのはリズム感、こればっかりはもうなんか持って生まれたもんと練習量だわ。
で今の俺のやつをリズム感バッチリで揃えれば少々ミスっててもフレーズミスっててもぽく聞こえるから。でナミちゃんはあのピアノやってたわけでしょ。でリズム感バッチリだからあのこっち派だわ。うん、リズム感が俺一番大事だと思うんです。あとこれは別にいいんだけど、それは分かってんだろ。わざわざメモる必要ある？これギターでもベースでも言えることなんだけどさ、さっきの例えばなんだ、これさ、これをあのちゃんと聞いてない人はこのリズムでやるわけよ。でも違うじゃん。 こういう時もあればこういう時もあるでしょ。わかる？これこの差あるじゃん。俺これすっげえ気になるんだよね。愚痴だ。ちゃんと分けようよって思うの。でもジョンもいっぱいあるわけよ。ちょっとリズム変わってるみたいな、そういうのめっちゃ俺さ重要にしてほしいんだよね。全然違うもん。そう、ここで間があるじゃん。でもここはで、てれってでしょ。この変化を楽しんで、弾く方も楽しいし、聴く方も変化、あのスパイス的なのあるんじゃない。山椒ですね、これだから山椒のリズムがあるじゃん。すげえ俺こういうの気になるんだよな。でずっと同じでやったりする人もいるわけですよ。あーちゃんと聴いてねえんだなって思っちゃうよね。そういうのはさっき俺ルートを追ったらあと好き勝手やればいいって言ったけど、こういうところはちゃんとあのコピーしといた方がいいんじゃないかなって俺はそう思う派ですね。思う派閥ですね。音源通りに弾くことはまずないからいいんだけど、でもフリー絶対ここは崩さないと思うよ、もしライブでやってたら。ジョンは結構変えるね。ジョンは変えるけど、ただあのこういうところダニーでさ、聞こえるか？これがこれじゃダサいでしょ。ずっと一緒みたいな。
ファンクのファの字もないじゃん。声の、あの差をつけてやってくれると俺も、これ誰だっけ、誰と話したんだっけな、周りがすごい上手だと俺も乗ってくるなって話をしたんだよな。だからこの間のほらメジャーバンドのことやった時もすげえ引き出されたもんね、自分を。楽しくて。でもあんま言っちゃいけないな、こういうことはな。でもしょうがない、俺そうなんだもの。あの周りがだから、そういう意味では和樹は本当に引き出してくれるというか完璧なので、いいドラマーだなと思うな。しょうがねえ、だってそうなんだもの、嘘ついてもしょうがねえもんね。見るの楽しみ、何を。レッジリ、ああそういうことね。日夜だよな、まんまだよ。俺も最近さ、チャドのドラム聞いて、あ、カズキっぽいなってなってきてるもんね。逆転現象が起きてきてるもんな。これもさ、言葉ですげえ伝えられないんだけど、すげえあの間がね、まんまなんだよな。だからこっちも弾いてて超気持ちいいんだよね。バッチリな時がたまに、あの、まあ、基本安定してそうなんだけど、ふっとあいつのスネアの音を注意して聞いてると、うーわーっていう感動するぐらいのタイム感で叩いてくるの、もうなんか体に染みついてんだろうな。素晴らしいです。もったいない、もっとああいう人が増えてくれればいいんだけど、なかなかね。まああれ緊張とかねえからな、多分普段通りに弾くんだろうけど。お菓子持ってってあげなよ、推しなんだろ。マジっすかって言うから、いいっすか。まあある種俺も推し面ですね。いいよねあいつな、みんなから愛されてるよね。そんな愛されてるあいつから俺は嫌われてるけどね。リクエストガン無視されてるからな、もうこれ一生言っていくから、あの無視したなっつって、分かった分かった、つらっ。めっちゃ嬉しいと思うよあいつ。うん、でも2回やって分かんねえかな、通知オフにしてんのかな、分かんないけど、どういう風に出てくるのか。あとなんだろう、アラウンドやるんでしょ。結構もうやったもんで、テルミーでスラップやったんだろうな。あとー
バイシクルソングもやるんだもんね。ヘイはヘイ、和音、フリーは和音もありますね。いや、まあやんなくてもいいや。キャンスト、キャンストやんなくていいんじゃねえの。やる？テルミーベベだな。ちょっと違うか。バイザーをやり直す。まあ参考になるか分かんないけど、今度バイザーウェイのアコースティックバージョンやるんだよ。それ一回知ってる？多分これアコベース、アコースティックベース、アコベでやってる。これアラが出るな。
かして、腰も痛くなってきたけど、それだけ弾くわ、もう一回。そうだ、俺今日買い物行くっつってんのに、今日もね古着探しを Long live the king, the young grows old with it
で思い出して俺がタイヤ交換すんだ。サンキュー。はいよ。タイヤ洗ってくるって言うけどな。オッケー、じゃあ俺この後タイヤ交換してくるわ。助かったわ。みんなタイヤ洗おうじゃ。すっかり忘れてた。まだ冬タイヤなんだ俺。助かったわ。救世主現れたな。よし、最後になんか弾いて終わろう。タイヤ洗ってくる。みんな洗車して偉いな。どうせ汚れんだぜ。こんなこと言っちゃいけねえか。うわ、最後ないでしょ。洗車機に入れてんの？すげえな。えらいね、みんな。今洗ったってさ、すぐ雨降って花粉で真っ黄色になってなるんだぜ。タイヤも。昨日さ、まあ、ほんとめっちゃ大した話じゃないんだけど、うちの会社の横がさ、畑なのね。交差がね、前日大雨降って、あ、午前中大雨降って畑がもう泥なんですよ。でそこに軽自動車が1台入ったらしくて、で思いっきり泥に思い、あの片輪ずっぷりずっぽりで動かなくなってて、で多分軽トラがその後に入ってって、それで引っ張ろうとしたんだけど無理だみたいなことをわちゃわちゃやっててさ、で俺昼休み終わって家から帰って、あの会社に戻ったら、そんななんかわちゃわちゃしてて、あのまあみんなどうしようどうしよう、まあフォークリフトで引っ張るかとか、あの板下に敷いて思いっきりみんなで押すかとか、いろいろミーティングしながら、ああでもないこうでもない、こう作戦会議やってるわけよ。うちの会社の人とか、その車入れてしまった施設の人とかが、もう20人ぐらいでわちゃどうしようか押してみるかとずっと喋ってんだけど、みんなこうやって建設的な話してんのに、遠くでさ、なんかその施設のババアみたいなやつがバーって来て、遠くから、だからそんなとこに車入れたらそうなるって言ったじゃんかって言っててさ、一人だけ、なんかそれを俺はこう後ろからファーって見てたんだけど、今それ言う必要あるかなと。ムカつかねえ、ああいうの。
あの終わってからね、脱出してからそういうこと言えばいるよね。別にババアに限らず、今そこその話じゃなくねみたいな、今頑張って建設的な話をしてとりあえずこのピンチを乗り切ようみたいな、そのオーラがみんなふつふつやってたのに、もうああっているよな、イラーってして、何なんだろうねあれね。私は分かってたわよって言いたいのか。そうそうそう、みんな分かってんじゃん。すげえなんか、なんか知らんけど怒ってたわそのババアは。うん、でまあ皆さんいいですよっつって俺らの会社のメンツはもう引き下がって仕事に戻ったんだけど、まあその後帰りにはもう車なくなってたから見事脱出できたんだろう。なんかな、こうもっと平和にいかないのかね君たちと。なんならこう笑えよってな。そう、入っちまったわ。深刻になるとねああいう時な、なんかまあ、無視できないじゃんか。俺も帰ってきて、え、何してんのってなったから、人でも倒れてんのかみたいな集まり方だったから、そしたらあの絵に描いたようなショート動画にありそうななんか状態になってて、車が思いっきりこうなってた。うん、これみんなで押しちゃいけないっすかねとかって言ってたんだけどね。でもどうやって出たんだろう。だからその話聞いてたらさ、この車をずっぽり入れてしまった人が JAF 会員の人がこれを運転してたことにして JAF 呼ぶかとかっていい話は聞こえてた。いや多分来てない、どうなんだろう、分かんない。もう思いっきり仕事してたからな俺昨日見てないんだけど、まあ引っ張ったんじゃない、どうしたんだろう。あんなもんなんかちょっと板敷けばいけるけどな。ジャフ会員の人かわいそうにそういう使われ方すんだと思った俺。どうしたのかわからん。まあでももう無事だったから。ただそういう余計なこと言う人いるよなって思ったんです。そうそうそう、これからね大きな地震来ますよ多分。あのババアは多分もうその時にも言ってんだろうな、こうしたらよかった、あしたらよかったって今言わなくてもいいことを。無理だろうな、でもなそういうのはな。最近さ、あのここゆきさんとかさ、自分が使わない機材をあの欲しがってる人に譲ったりさ、いや優しいわけよ。すごいねレッチリ好きはみんな優しいな。あのババもレッチリ聞きゃいいんじゃねえか。すごいこう見てて、ゆきさん引っ越すの？そうなの？聞いてないよ何も。そういえばユキさんも愚痴があるみたいなこと言ってたな。みんな愚痴大会する？いろいろ引き渡してる。機材整理ってことかね。でもほら使わなくなったやつ持っててもしょうがなくね。心配、え、どうしたの、大丈夫なの。怖っ、やめて。自分が使わないものがあって
でそれちょうど欲しがってる人いたらあげるでしょ。ゆきさん、ゆきさん、たまに俺の配信来るけどね。まあ相変わらずふわっといなくなって、あでもこの間よく喋ったけど、引き渡してる。うん、聞きたいんだけどさ、当日来ないもんね。俺とは会わないじゃん。電話わざわざするのも変だもんな。ああ当日ね。それだったらラミちゃんだって愚痴あんだろ。あの重要な俺のポストの点は誰にも言えないってところがミソなんですよ。普通の愚痴だったらまあ誰かに聞いてもらってスカッとするか、俺は基本愚痴なんて言ったってスカッとしないんだけど、解決しない限り誰にも言えない愚痴っていうところがあれはミソなんです。損だよ。それ何ごじったのどっちそう言えないんです。あじゃあちゃんと分かってたのね。これがねそんだよ。でも伝わることは伝わるからな、意味は分かんねえんだそれ。バイト終わりました、お疲れ様です。おっつ引っ越しかいな、ちゃんみな。日曜日にバイトか、大変ね。ラミさんこんにちは。今俺ちょうど終わろうとしちゃうんだけどな。うん、みんな愚痴があるんだなっていう。多分夜も出没すると思うんだけど、今あのお買い物とかタイヤ交換とかしようかなって。絵が上手くてベースも上手くてすごい、ギターもやるからね。しかも若いからな、いいよね。テレ多彩の際も5時じゃねえどうした調子悪いな この間みなみちゃんも愚痴ってたし、みんなあるんだな。基本俺はないんですけど、あんま他人に興味ないので言えない愚痴のせいで同様どうした動揺してんなこれやばやば。やばじゃんかおい死ぬなまだそっちに行くな、そっちの世界に行っちゃダメだ自分でごじって自分で落ち込んで死のうとしてるわ。ようわからんわそれここ来ると笑えるね。ヤパはないわ。ちょっと雪ねえよぐらいのレベルでおもろいな雪ねえよと私と私の友達は俺もうそういう風に言っていくことにしたから、あれはもう素晴らしいワードなので。
あ、こんにちは。もうやめるのにどんどん続々と。ここに来るとさ、カンティーンをやってほしい人が多いみたいだから、ちょっと練習しなきゃダメだな、マジで。やるやるっつってやるやる詐欺してたわ。ティッパオッケー、ピースオッケー、エディオッケー、ベラオッケー、アフターライフオッケー、キャリーミーオッケー、約3分の1か、まだ。ファジコン、はい、俺そんなファジコン知らないっすからね、ごめんなさいね。ちょっとじゃあ久しぶりに弾けるかな。あ、マジで見る見る。
はい、なんで見ていいと悪いとあんの？あ、いいえ、若者媒体全然あの、ただ誰が見てるっていうのは表示されるよ。もちろん誰でも OK ですよ。ダラダラな雑談メインですが、ぜひ遊びに来てください。そうそうそう、あ、朗読頑張ってます。ショート何個か見ましたよ。あのフォローしてれば、うん、通知が来て、昨日もなんかみんなやってただろう。爆睡してたわ、すいません。自分も配信しようと思ってたら、あの飯も食わんとどっぷり寝ました。で昨日土曜日か、あの俺が仕事中に面白かったわあれあのお尻の歪み、 DS1 とバイオを使ってみた、初めて使ってみた。ワウが鳴った瞬間にわーって言ってんの超笑った俺であれか、春尾くんも助けてくれたんでしょ。これか、これがやりたいんでしょ。うん、これなんて言えばいいんだろう、俺も分かってないんだけど、ブルースのなんかよくやるフレーズなんでしょ。ここさ、チョーキングするじゃん、この音とこの下の音一緒なわけよ。で同時に弾くと同じ音。わかります？チョーキングをしたこの音とこの人差し指のこっちの音、同じなんですね。だこれ、このフレーズもよく使うんだ。一個のチョーキングだけじゃなくて、なんかこっちも入れるとなんかこうベシッとくるみたいな、ものすごい感情論で恥ずかしいんだけど、でしょ。でここあんじゃん、ここ。おう野田ち、ユニゾンチョーキングっていうの、これを早くバーってやるみたいなのを昨日やってたもんね。でこれ人それぞれやり方があんだよね。でジョンはジャーってやってるけど、多分だけど初心者が最初からジャーってやってっからっつってジャーってやっちまおうだと一向にうまくならないと思うので、最初はゆっくりなんか。こんぐらいの感じで、これを毎日続けてみてください。で女の子でこれやってる人いる？見たことねえなでこのピローピローを小指でやる人と薬指でやる人と様々です。だからこれチョーキングを薬指でやる人は小指に使いがちじゃないですか。ジョンはどっちなんだろう。中指でチョーキングする人は、あ、でしょ、やっぱギターやる人はこれ絶対まず練習するもんね。必ず通る道でしょ。まあ僕はベーシストなんでもう適当なんだけど。
あのチョーキングの話に戻ろうか。チョーキングってさ、あの一本の指でやんない方がいいと思うの僕は。そうです、あの3本の指でグイッて押すのよ、1本の弦を。俺はまあどっちかというと2本かな。薬指が端っこで、あの左側に中指あるでしょ、2本でグイッてやるわけ。1本でやるから上がんなかったりなんかミスったりするわけよ。中指小指、中指小指、あーオッケーオッケー。3本でやるじゃん、ってことは薬指まで使ってるからプリングは小指でやってんだろう。薬指と小指でしょ、中指薬指あの人も多いよね。俺はそれできねえ。まあ俺ギタリストじゃないからあんま教えちゃいけねえのかもしんないけど、春尾がうめえからな。プリングが小指、あチョーキングが中指と薬指ね、ってことじゃあ一緒だ。クラプトンがさ多分すごいんだよねこれね。一回いつかクラプトンのやつ見てみ、もう綺麗に弾くのよ。でもジョンはそんな綺麗には弾かない、もっとこうロックにうわーってザッサーってやってる。けど多分やろうと思えばジョンもあの綺麗に弾けるんだろう。これちゃんとしたギタリストが見てたら怒んのかな。そんなんです。しかもクラプトンに限って言うとあれだよね、一本でチョーキングして、あビブラートか、すごくないあれ、ネック押さえないもんね。なんかこ、うん、あれはなかなかできないよね。ネック押さえないから音伸びるんでしょ、振動吸収しないで。そんなバハマだ。まあいいや、それを練習しましょう。これをね、春尾が教えてくれればいいんだけどな。ってことはダニーやりたいんだね。指を平行でビブラート。うん、特殊だね。まあ好きなギタリストを真似ればいいや。あと私の尊敬する兄貴はビブラートちゃんとしようって言ってた。みんなさ、あの上下移動させないでなんか震えるだけのビブラートが多いと、なんか手だけ揺れてて弦だけ弦は動いてないみたいなビブラートばっかりだから、ちゃんとこのビブラートは若いうちから習得してくださいって彼は言ってた。とあるあの神が、ハルシアンって3回以上同じことそうなん。あじゃあ3回以降は大ちゃんに聞いてください。怖あいつ。これビブラートで、しかもちゃんと拍と拍の間で綺麗にワン、ツー、スリー、フォー、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、なんかこういう練習したらいいんじゃないか。確かにそれ俺さ、聞いてから、みんな、なんか、
こう、揺れてないのに指だけ揺れてるって人めっちゃ多いんだよね。あー、すげえとこ見てんなーと思ったわ。それさ、不格好だから、ちゃんとやろう。そう、痙攣みたいになっちゃった格好は。俺さ、それ言われるまで全然気がつかなくて、わーって感動したもんね。確かにそれダセーと思って。さあ、誰でしょう。まあ、あえて名前は出さなかったわ。で、あの人本当によう見てっから、ジョンもそんな痙攣のビブラート全然してないって、それは、その話聞いてからジョンのビブラートだけ集中して見てたら、いや、うめえわ、ジョン。めっちゃ上から。すごいちゃんとビブラートさしてた。あ、学びました。うん。そうこそ2期が、すごい、俺はね、感動したんだよね。まあ、ギタリストの人は分かってんだろうけど、俺あんま集中してそこまで聞いてなかったから、ええーと思って。で、あの人やっぱハードロック出身じゃん。ものすごい揺らしてきたんだろう。そっから、あの人の前でギター弾くのが、恥ずかしくなってきて、うわ、俺、ビブラートちゃんとやってねえや、みたいな。怖いです。そのビブラート、こういう細かいところだけど、こういうところで味出るからね。味の素的なところあるよね。確かにダサいもんな、これ。経年ビブラート。うん。意味ないじゃんって思うから。かといって遅すぎてもあれだから。これ、練習必要だね。しかも、言ってたのは、そう、上下の幅もしっかり同じ音程にできるように気をつけましょうみたいなことは言ってた。むずいよ。でもみんなやってんだもんな、これをね。フレーズを覚えるのも大事だけど、こういう細かいテクニックも、まあ、要は毎日練習しろってことですね。というわけで、もうやめるっつってから1時間以上経ってるので、なんか弾いてやめよう。ダニー弾くか。へっぽこダニーだけど、ちょ、ほんと俺買い物行かなきゃいけないんだよ。あ、今日めっちゃいい天気じゃん。アルカトラズは弾けるかな。俺が一番好きなダニーってさ、2006アイルランドなの。どんだっけ。マジで？俺さ、今日この配信の部屋は冷房をつけてて、で1階の洗濯干してるところは暖房をつけてるっていう、もう謎の干してるんでね。どうなんだっけ。あ、絶対無理だ。俺はには無理だ。あれアイルランドで勘弁して。どこだ。あ、マジで。東はめっちゃ天気いいよ今日。
かアンプシミュレーターだよ。野立ち説明してあげて。ぴょんぴょんぴょんはいらねえよ。すいません。いらないいらない。DS2 とワウがあればいいよ。まずは。で、練習して。で例えばなんか弾いてみたの動画でも撮ってみるかってなってきて、最初はいらねえいらねえんだよね。 DS2 あればいいよ。あと WOW、 この2つは絶対手に入れてください。そうで弾いてみた、なんか動画撮りてえなってなった時にちょっとちゃんとした音、それっぽい音で撮りたいな、音出したいなってなった時に買えばいいんじゃない。買えっていうか付け足し付け足しで。最初は歪みとワウがあればなんとかなるよ。でおそらく次からはディレイとかになるんだろうな。ファズかな、どうだろう。まあまあそんな、もしかしたら真剣にやらないかもしれないからまだ買わなくていいよ。で DS2 はほらユキさんが譲ってくれるじゃない。ワウだな問題は。昨日なんかざっくりワウの音聞いたけど、なんかピョン、なんかミャオミャオミャオみたいな。すごいワウの音してたな。
はい、ではちょうど3時なのでお付き合いいただいて、春を何時からやんだろうな、早めに帰ってこよう。 OK、 俺もいろいろやってくるわ。はいよ。いいえ、何もしてじゃあね。チルテルミーな練習してみ。じゃあね。